こうみんなこうあのビリーズブートキャンプすごい、持ち上げて私もやってますみたいなんで、20万本突破とかつって、でついにビリーが来日して、イベントで400人と一緒にブートキャンプで最後ビクトリー、本当ビリーに会えてよかったみたいのやってすっごい盛り上げてるけど、俺はやばい気がする。ビリーが独立国宣言をした時がやばい気がする。ビリー軍、みんなビリー軍にいつの間にか入れられてる気がする。っていうか、俺も高生の渡辺も、経験したことだけど、自転車で、ずっと東海道行った時に経験したことだけど、人間さ、延々とこう運動してて、こう酸欠状態も長く続いてヘトヘトになってる時にこうかけてもらう分かりやすい叱咤激励みたいなものって絶対洗脳効果あるもんね。1時間あんなハードな運動すっごいしててビリーに手つかまれて一緒にビクトリーとかって、俺絶対泣く自信あるもん。俺絶対ビリー、ビリーがもしすげえ体臭きつくても俺多分街でそれに似た匂い嗅いだ時にビリービリーって絶対なると俺は思うよ。月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力。ビリーズブートキャンプさ、最初にちょろちょろって話題になって、僕最初劇団ひとりくんに聞いたんだけど、でその時すごい赤っ端書いたのは、コンピューターの Mac の マッキントッシュのこうパワーブックとか、まあ、今 MacBook っていうのか、あれコンピューターの上で、Windows のソフトを走らせるためのプログラムのことをブートキャンプって多分言うと思うんだよ。そっちもうろ覚えなんだけど、で俺はブートキャンプっていうのをそれのことだと思ってるわけよ。でそれを検索ちゃんの楽屋で品川くんと劇団ひとりくんとあと庄司くんもいたかな、3人ぐらいでブートキャンプの話をしてる時に、割とこうあの中では伊集院さんちょっと物知りとか、物知りのおじいさんつうなんつうのかな、山ネズミロッキーチャックで分かんないことがあってさ、山の外れのとこにあの老木に聞けばわかんじゃねえかなってさ、もう行ってみたらもう松食い虫にやられちゃって、もう老木ぐしゃぐしゃになっちゃって、もう虫だらけになっちゃってさ、もやしゃえなっつってあははは、でおなじみのそんなストーリーあった、怖いよ、なんかすごい怖い、山ネズミロッキーチャックで結局最終的に燃え落ちる時に、もうここ300年咲いてなかった老木がいきなりいっぱい花をつけて、そこから花粉をいっぱい出して、それを浴びた人の体に群青色の斑点が出て、結局死の山になったとさ、みたいなね誰かにワクチン打ってやれで、おなじみの、まあ、山ネズミロキチャクですけども、もう何の話してるんだっけだからその中でこう雰囲気的に伊集院さんは知ってますよねみたいな空気で、そのブートキャンプ伊集院さん、ブートキャンプ伊集院さん知ってますよねみたいな、知ってて当然みたいな空気でこうなんか話のこう輪の中にちょっと入る感じになって、その時に俺頭の中でパーって、ああそうかそう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 、あのマックの上で Windows 動かすやつの話だと思って、2分ぐらいあれねみたいな、試しては見たいんだけどねみたいな、ちょっとかすってんだけど、ちょっとかすってんだけど、明らかに違う話を俺はしてるわけ。試してみたいんだけど、まずこう安定しないっていうか、安定しないってなんだよみたいな、今思えばね、ブートキャンプを今知ってる、ビリーズブートキャンプを知ってる、今思えば、安定しないあたりから向こうは、こいつなんか違うこと言ってるって多分気づいてると、気づいてて全然おかしくない話なんだけど、1分までいかないと40秒ぐらいかな、その、ブートキャンプ、という言葉がうまくこうリンクしてないままその会話の中に入ってて、途中から俺、あ、これ俺言ってること違ってるって思って少し聞こうと思って、でそれでそれでみたいな、ねそれでどうなのって、あ
どうやらこれは体を鍛えたりダイエットしたりする道具らしいから、ちょっと修正していかなきゃなんねえなみたいな。でも俺最近散歩やってっからみたいな。あーでもこう、まあ確かに散歩もいいんですけど、ブートキャンプなんかこうやってると楽しくて、楽しいのかな。で、全部でまあ、あのセットの最初のうちは結構大変じゃないですかみたいな、セットなのみたいな、そういう感じでこうちょっとずつこう何探り探り会話して、でなんとか乗り切ったって思って、後々ブートキャンプのことを必死に調べてみたらそういうことになってて、多分乗り切れてねえってことも分かったりとか、まあそれがブートキャンプの入り口なんだけど、であの辺りでちょっと乗っとけばでいて、最初知った時にちょっとコーナーかなんかしようかなみたいな、その感じの話もあって、で人づてにブートキャンプのこうディスクが手に入れて、割と多分早く手に入れた方だと思う、手に入れて、で構成の渡辺君に預けて、これでなんかコーナーできねえかなみたいな話したまま、そのずっとおっぽりっぱになってたら、まあこの騒ぎじゃないですか。もう今更今更ブートキャンプの話もなんだみたいな、そういうことじゃないですか。おそらく今日裏の安室奈美恵のオールナイトニッポンじゃ、いやってことやってると思いますよ、私やってますみたいな話を死ぬほどやってると思いますよね。でこうなったらここまででもけなすしかねえだろ、もうどう考えても。でもね、これでね、ブートキャンプを、まあ、うちのかみさんあたりがまあその一回試しにやってみたいとか言うわけ、そうするとかみさんのこう友達とかもブートキャンプやってるってやつがやっぱり20万セットってそういうことなのよ。周りに普通にやってる人がいるのが本当のブームだから、やってるみたいな話になるわけでいて、この業界で仕事やってても、実は僕もやってるんですよっていう人すごいいるわけでね、その共通点としてちゃんとやってる人に対してなんかこう B を否定的なこと言うと結構怒るでしょ。怒るっていうか、さすがにビリーのこと悪く言うんじゃねえよみたいな人はいないけど、いやでもほらなんつうんですかねみたいな、こっち側が俺の言い方としては、まあ今までのちょっとインチキな健康グッズと違って、結局1時間運動しなきゃなんないんだから、それ痩せるに決まってるよねみたいな、そのあれやんだったら別に毎日お100度前にダッシュでしてたって痩せるじゃんみたいなね。だから弱腸ブートキャンプだって全然問題ないじゃん、問題ないでしょ、弱腸が頑張って頑張ってみたいなね、あと99度前にみたいなやつを言ってくんだって全然関係ねえじゃん、それをビデオ撮ってたって一緒にお100度回りゃいいわけじゃん。ましてさ、そのビデオ見ながらお100度回るってことはさ、発電機とテレビも背負ってなきゃならねえから、それとDVD プレイも背負って階段登るわけだから、ブートキャンプより絶対筋肉つくじゃん少しなんかってみたいなギャグを言うと、ちょっとこうマジで反論するよね、なんかね。いやあれはその運動量の問題じゃなくて、そのビリーのトークが楽しかったりとか、ビリーがちょうど疲れてきたあたりで大丈夫かとか言ってくれたりとか、途中でここでやめたら負けるんだぞみたいなことを言ってくれるのが絶妙なんですよみたいのを、みんな必死に言うわけ。そん時に、あこれ洗脳だって思ったんだよね。絶対そうだよな。だって高生の渡辺とチャリ乗ってた時に、俺はそのああこれなんだと思った、一番のことなんて、これ今までみんなあんまカミングアウトしてなかったから、ちょっとこう話いつも横それとして話せなくて、カミングアウトしてなかったからあんま言えてないけど、俺さ、ナフューチャリングなんとかってなんだっけ、あの歌手、中島美嘉好きだかんねしかもみんなすっごい驚いてるでしょ、俺中島美嘉今すっげえ好きだかんねまた一人なんだらけらてれれれみたいなやつ全然ほら歌えてっかね本当だよ。なんでかっていうと、それは峠道を走ってる時に、一番きついきつい、あーもう俺ダメだと、これはもう自転車、なるべく俺はケツを上げないことと、その、坂道でも足をつかないことをモットーに走ってきたけど、もうこれはダメだとね、もうなってる時に、もうさすがにこれ足つかずにはいけない、自転車なんて乗るんじゃなかったと思った時に流れてきちゃったんだ。あ泣きましたよ泣きましたよ。多分映画の7を一切見てないのに、あんだけあの歌で泣けるのは俺だけだと思うぐらい今中島美嘉好きですし、で俺言っとくけど、
アユのことをバカにするやつ許さないかんで、基本。それも、いや今を去ることどれぐらい前ですかね、自転車ブームの一番真っ只中の時に、スペシャルウィークに自転車の企画をやるのに、裏が浜崎あゆみのオールナイトニッポンをやるみたいな時があって、その時に自分は自転車の企画をやるから自転車乗ってるわけですよ、ずっと東海道乗ってるわけです。東海道自転車めちゃめちゃ乗って、その時のこうことをこうテープ取ったりとか一生懸命してるんだけど、まあこれが辛いわけで、当然その自転車一色のスペシャルなんだけど、ちょっとこうあゆのオールナイトニッポンも小バカにしてやろうと思ってね、噛んでやろうと思って、ちょっとね、予防接種もしてねえのに噛んでやろうと思って、こっちはね、ほんでそのあゆのこともちょっとパロディ作るのに一曲も歌知らねえってのもどうかなと思うから、とりあえずその iPod の中に一曲だけ、なんて曲だっけな、ボヤージっていう曲、なんだっけ、歌い出すとスルッと出るんだけどな、なんかそのボヤージって曲を、まあその入れたわけ、なんか僕たちは幸せになるため、てれもう歌えてんだもん、ここで、それを入れてったわけだ。それもさ、めちゃめちゃ辛い時に流れてくるわけ、そりゃ泣くよ、泣く泣く。でこっちはそのメカニズムがある程度分かってるから、その7フューチャリングなんとかにしろね、そのボヤージにしろ、そのそういう局面で聴いちゃったから好きになったんだよねっていうのもこれちょっとさっぴいてるけど、それでも、うん、それでもその7フューチャリングなんとかのやつはいい曲だと思ってるもん今でいて、今もその同じ iPod 使ってから、 iPod で普通に歩いてる時に流れてくるとうるっとくるもん。これで例えば中島美嘉の 悪口っていうか、またの意味もなく僕らああいうの噛むじゃないですか、ああいう人噛むじゃないですか、ちょっとおしゃれさんが聞いてそうなものとか今流行ってるものに対してまず噛んでみるじゃないですかね。でもう絶対まずいに決まってるから噛んでやろうと思ってガッて噛んで甘いみたいなのが俺たちの大体第一歩じゃないですか。だからその高専の渡辺君なんか、僕がいつの間にか中島美嘉を好きになってること知りませんから、そのことをね、その好きになる以前の噛んでた勢いで、なんかこうちょっと不健康そうな女の例えみたいのに高専の渡辺君とかが中島ミカ、中島ミカにさらに日を当てなかったような女いるじゃないですかみたいな、そういう話してる時にちょっと怒ってっかな、ちょっと中島ミカのこと、まあまあまあ、でも俺が好きなのは7フューチャリングのあの歌だけだから、そんなに声を荒げて怒ることはないけど、ただお前は何が分かって言ってんのっていう気は少し中入ってるし、そのあゆに関してもそのあゆずブートキャンプ以前の、ね、その俺がまあなんとか峠以前の、峠であゆを聴く以前の感じとは違うものをすごい持ってるわけ。曲は変わってないわけだよ全然。中山峠であゆをそのトラックに煽られながら聴いた、その僕たちは幸せになるために生まれてきたんだ、そうなんだよと、ね、ああいう本当、そのああいうはいつも俺の思ってることをまるでテレパシーかのようにキャッチして俺に歌いかけてくれるなって、すごいその思う以前のさ、その感じでさ、高専の渡辺くんなんかはさ、こうちょっとそのああいうネタを喋るじゃないですか、なんだかんだで、その似てないモノマネとか、ちょっとした罰ゲームとかにあゆの似てないモノマネをで10分みたいな入れてくるわけですよね。それでいてその罰ゲームを高専の渡辺君当たったりとかすると、ずっとそのなんかクリとか言うわけです。だからその時に俺は、昔の俺はお前ユニコと書いて今クリはねえじゃんとか笑うけど、俺心のどっかでお前ああいうの何が分かってんだよってちょっと思ってる。でまあその後まあまあまああの局面で曲聴いちゃったからねみたいな、ちょっと冷やしはあるけど、それをさ無防備に、この人間はすっごいヘトヘトの時にそういう風にいいバランスでその叱咤されたり激励されたりする繰り返しで、その人を好きになっちゃうっていうことを、動物なんですということを
知らずにビリーズブートキャンプをやってると、そらね、無防備に好きになると思うよ。で、ビリーは今そのブートキャンプも今何枚か出てるんだよね。ちょっとそのブートキャンプ慣れして、すごい体に筋肉ついてきた人用のなんかエリートバージョンとか、なんかレベル2とか3とかあって、アメリカなんかもう4つも5つも出てるらしいんです、そのビリーズブートキャンプの次の次のやつが。最終兵器はすっごいの出てくると思うよ。突撃みたいなやつ、うわビリーズやりながら何枚目かの時にビリーがこうずーっと運動は続けてみたいな、今から言うことよく聞いて、3日後の午前2時みたいなやつをあいつが入れてきた時に、もう日本の各家庭からうわーつってさ、なんかその、ビリーが言ったんだろうね、革靴を片足だけ履いたやつがさ、ピタガバピタガバ言いながらさ、うわーってなんじゃねえか、その恐怖で、やっぱ俺はブートキャンプやんねん。ランクヘッドでハートビーター。あれだと思うんだよね、そのヘトヘトになって、ヘトヘトに、なっても限界みたいな時に優しい言葉をかけられると、その人ほど好きになっちゃうっていう法則から言うとですよね、これラジオとかもよく言うや、テレビとかよりもラジオってすごく近いところにあって、ラジオで喋ってる人のことを一旦好きになるとすごい好きになってもらえるみたいな、まあそれってすごい長く聞いてくれてるリスナーとかいるから、すごくそれ実感として感じるんだけど、もしかしたらだよ、すっげえオナニーしながら切ったりとかして息上がったりとかすると、した時に俺がポロッと、もっと言えばそのいいことを言うかどうか別として、いいことと取れなくもないことってあるじゃないですか。なんかそのを言うみたいな、なんかこう、ただ単に赤いキャップのマジックって必ず書くと赤い線が出るよねみたいな、どうでもいいことなんだけど、それで酸欠状態の時とかにそれ聞いて、なんか自分の思ってることとピタッて合った時に、こいつ俺のこと分かってくれてるみたいな勘違いの繰り返しが、そのラジオ好きでいてくれるっていうことだとすると、俺もう死にてえよ。それだったら10年もラジオやる意味とかあんまねえけど、でもただ近いところはなんか絶対あるような気がするんだよ。